電気鉄道が所有する三、扉セミクロスシートの電車である。特急運用が主体であるため、特急系電車に分類されることがある。山陽電気鉄道では、車両の形式称号について、書類上は、雲蛛や、モハなどの車種を示す記号を用いているが、車両番号で車種が判別可能なため、通常は、車体表記を含めて省略されている。このため、 本記事の以下の記述では、車種構成の項以外についてはこれらの記号を基本的に省略し、必要に応じてやなどの略記号を付して解説する。また、編成表記については、神戸法線当社の車両番号で代表し、5630、編成のように表記する。山陽電鉄では、1990年6月に5000、 計5020.5022編成が竣工した。あとは増結用中間車のみの増備が続けられていた。その後、1998年2月15日の産業、姫路阪神梅田間直通特急の運行開始を、控えて6両編成の増備が必要となり、これを機に、在来の5000系をベースに、VVVF インバータ制御を採用して登場した。 合計20両が製造され、製造は、全社川崎重工業兵庫工場が担当している。制御装置は、山陽電鉄で初めて参照、交流誘導電動機の VVVF インバータ制御を採用した。VVVF インバータの採用で、空転、滑走の減少と、スムーズな加速力により乗り心地が向上し、主電動機に交流電動機を採用したことで、 摩耗部品の減少によるメンテナンスフリーの効果も大きく、主電動機の高出力化により編成中の電動車数の減少が可能となった。VVVF インバータ採用には、1995年に発生した阪神、淡路大震災において当時山陽電鉄は、すべての電車が直流主電動機を使用していたため、車両基地のない部分開通区間での運行車両の 保守には仮設ピットを設けて、作業を行う等の困難を伴ったのに対し、阪急電鉄は、VVVF インバータ制御車の保守の容易さに着目して、神戸市内の部分開通区間には8000系を搬入して使用した。交換の必要な摩耗部品の少なさは、災害等以上時の冗長性確保という面でも、優れていたという背景もある。5000系ご自社に準じた。 アルミ合金大型押し出し型材自動溶接工法による、両階3扉構成の19メートル級車体としている。全面形状は5000系30車に準じているが、ホロワークが設置されていないため、5000系30車とは、若干印象が異なっている。側面の種別、行き先表示器は、従来の幕式から LED 表示に変更された。一時車に編成には、 扉開閉予告ブザーが装備されているほか、車内には LED 式案内装置と非常通報装置が装備されている。2005年に転落防止ホロが設置された。冷房装置は 5000K の CU-71S を低騒音、高効率型に改良した集中式 CS-71SC を搭載している。またこの機種変更により、 これまで屋根状の冷房機の前後左右各一機ずつ搭載されていた通風機が廃止されている座席は5000系と同様に客用扉間クロスシート両端部ロングシートのセミクロスシート構成を踏襲したものの阪神電鉄線内の混雑に対処するため転換クロスシートは山側一人引く浜側二人掛けの3列となったほか車内スピーカーも増設された 産業初採用となった VVVF インバータ制御装置は高体圧、イグブと素子を使用する3レベルインバータ制御機の富士、電気セリエ964で主電動機をイグブと素子で一機ずつ制御する個別制御方式を取る。産業では2 0 0 0以降長らく富士電気製制御装置三菱電気製主電動機の組み合わせであったが、 本系列では制御機との組み合わせの関係上、主電動機も富士電気製参照、交流誘導電動機である MLR105 となった。主電動機が変更されても3000系、5000系と駆動装置を共通化することが求められた。ため、歯車比も5000系以前と共通の82、15であり、VVVF 車としては低めの設定となっている。なお、 後に登場した6000系では、主制御機、主電動機ともに、三菱製となったため、富士電機製の制御機を搭載する新造車両は2016年10月現在、本形式が最後であり、また、富士電機製の交流誘導電動機を搭載するのは、本形式が唯一となっている。駆動装置の WN 継手については、従来品に対しだ行事の騒音低減対策を、 施した改良品が採用されている。台車は5000系5020回以降と同様な軸量式ダイレクトマウント空気バネ台車を採用しているが仕様の一部変更により形式が kW-93A94A となっている。変更点は M 台車の主電動機取付部の変更 T 台車の滑走検知装置取付である。パンタグラフは 廃車発生品の PK-55 のストックがなくなったことから M1 と M3 に下枠交差式パンタグラフの PK-60 あるいは PK-80 を各社に2傷打つ申請搭載しパンタグラフ非搭載の M2 へは隣接する M1 あるいは M3 から給電される PK-80 は三洋発の電磁鍵外し式で一時車についても後に これに交換している。ブレーキは 5000K と同様のナブテスコハードマイナス1、電気指令式ブレーキを装備する。補助電源装置は、両端の5630型に、イグブと方式静止系インバータである、富士電気セディ A963 を搭載、片方が故障しても冷房装置の能力を半減、させるだけで運転を継続する機能を有している。 空気圧縮機は、シム交流電動機駆動の HS-20I が採用され、メンテナンスフリー化が図られた。本系列は、以下の、各形式で構成される。5 0 0 0系は、性能上は、MT 比1、1で4行編成を構成することもできたが、電動車2両を1ユニットとしているため、6両編成では、電動車が4両となり、MT 比に、1となっていた。 5030K では、電動車を1両単位とし、6両編成での MT 比、1、1とすることを基本としている。基本的な不番ルールは5 0 0 0系に準じているが、制御車である5630型を編成の両単に配するため、基本形式となるべき5030型は、設定されていない。また電動車、M 3は、番号区分の必要から、 M1M2 から番号を離した5250型とされている。なお、M1M3 の電動車3種はいずれも、終電装置関連以外は、基本的に共通設計である。直通特急用を前提として設計された、本系列では、編成は6両編成を基本とする。そのため、神戸、大阪方から5630計5230。 K5230K-5530K-5250K5630K の6両編成を組成する。その他、5000K 編成に組み込まれて6連を構成している。中間車も存在する。2001年の直通特急増発にあたって6両編成を。 増強する際、5000系4両編成4本の6両編成化に必要な中間車として、本系列の5230系5250型を一部仕様変更の上で製造し、他の5000系6両編成で5200型が組み込まれる位置に連結しているものである。翌1998年の 直通特急運転開始に備え、1997年に5630編成と5632編成の6両編成2本が製造された。山陽電鉄において6両固定編成で落成した車両は、これが初である。3050系最終造備車以来久々の下枠交差式パンタグラフ搭載となり、冷房装置カバーの形状が変更され、 さらには、冷房機を換気にも使用することで、通風機も省略されたため、側窓だけではなく、屋根上の在来車とはやや印象をおことにしている。2001年3月のダイヤ改正による、直通特急の大幅増発に伴う6両編成運用の拡大のため、5000系4両編成の6両編成化用として2000年に、M2 社、M3 社の4ユニット8両が製造された。 5000K のうち5004編成5010編成の4両、編成4本に増結して6両編成化されている。基本的には 5030K 一時社から大きな変更はないが、行き先表示器は5235.52375239と5252から5254については組み込まれる編成に対応して幕式となっている。なお、 二次車の車両番号の不番は将来 TC1、M1TTC2 が増備され、5 0 3 0系だけで6両編成を蘇生した場合に対応したものとなっている。車体外観は、アルミニウム合金構え体の部材の接合工法が、右溶接から摩擦角半接合に変更され、新車間の連結面には転落防止ホロが設置された。車内は、 クロスシートの配置が山側2人引く浜側1人掛けと逆になったほか、ついたての位置が若干ドア側に寄せられている。ロングシートも若干拡大されているほか、つま面貫通扉は浜側に開くように統一され、とっても拡大されている。山側のつま面窓は若干縮小された。5000系編成の中間に2両ずつ挿入して、使用するため5000系に、 装備のない車内案内装置とドア開閉ブザー、非常通報装置は準備工事にとどまっている。直通特急の運転開始を1年後に控えた1997年3月、5630編成、5632編成の6両編成2本が、竣工した。直通特急の運転開始1年前の時期に、早期落成が図られたのは、 五千系在来車への阪神電車全線乗り入れ対応工事や、直通区間への試運転による予備車不足の解消を図るためであり、両編成とも阪神電鉄線内への試運転に、充当される傍ら、ダイヤ改正前日までは、阪急神戸線の六甲までの乗り入れ運用にも、充当されていた。なお、直通特急運転に関する、 プレスリリースは 5030K の登場直後であったことから運転台の阪神線などの乗り入れを示す表示などは外されていたり隠されていたりしていた直通特急の運転開始を前にして両社の車両を使った試運転は何度も実施されたが1997年7月30日の梅田駅発乗り入れ日には5630編成が重当され 阪神梅田での折り返しの際には、特急、姫路の行き先表示を掲出して、翌年の運転開始を PR していた。直通特急の運行開始を前に、1998年2月11日には5030系による、直通特急試乗会が催され、姫路から阪神梅田までの間を一往復した。直通特急の運転開始時には5000系6、編成と、 本系列に編成で6両編成が合計8編成用意され2月15日に直通特急の運転を開始した2001年3月のダイヤ改正での直通特急の増発に対応するため2000年に5030系中間電動車8両を新造し4両編成の5000系4編成に2両ずつ増結、5000.5030系の6両編成は12 編成に増備された。また、このダイヤ改正により、本系列による、阪神電鉄線内及び高速神戸寄り返しの、前運用が設定され、夜間には、梅田駅構内や三陰留置線で対白する運用も、出現した。2006年10月のダイヤ改正以降は、運用に、大きな変化はなかったが、2016年3月には、産用車による、 阪神特急の運用が誕生し、本系列が使用されることもある。2019年1月現在、本系列は6両に編成と増結車両8両の、合計20両が在籍して5000系とともに、直通特急や特急を主体に運用されている。2013年2月12日に、荒井駅付近の踏切で起きた、列車脱線事故により5630編成の、 神戸川2両が脱線した。5630号が踏切に立ち往生していた、トラックに衝突後、荒井駅神戸方面ホームに乗り上げるように脱線した。この事故で、先頭車の運転席側正面や台車、客室の屋根、姫路寄りのつま下部が変形するなど、神戸川3両を中心に激しい損傷を受け、大破した、神戸川2両を含む4両は、 東二三車両基地に留置された後、製造元である川崎重工業兵庫工場に入場した。6両編成中神戸川4両は、製造元の川崎重工業兵庫工場にて修復し、このうち5630編成の中間車5231号と5250号が、5000K の5000編成に組み込まれ6両化され、2013年6月6日より、 営業運転に入った。特に損傷がひどかった5630号と5230号は2014年5月に川崎重工業を出場し、元の6両編成に戻った後、2014年5月22日に初めて試運転を行い、26日に営業運転に復帰した。沿線でで開催されるイベントや NHK 大河ドラマで沿線が舞台になるときは、 本系列の一編成全車にラッピングが施され、利用者や沿線住民への PR と乗客誘致に役立てられている。これより下には、全車が5 0 3 0系で蘇生される編成に、ラッピングが施行された例のみあげる。2020年4月1日現在、5 0 3 0系単独編成のみ記載。ありがとうございます。